アルブレヒト・フォン・エスター・ライヒ、またはアルブレヒト・ナナセイ・フォン・エスター・ライヒは、スペイン領ネーデルラント君主、ヒ・ーサベル・クララ・エウヘニアと共に共同統治を行った。後の神聖ローマ皇帝マクシメリアン2世と、スペイン王女、マリアの逸夫として、ビーナーのイシュタットで誕生した。幼いうちに、スペイン宮廷へ送られて、11歳まで、叔父フェリッペ2世に教育され、 事実上聖職者になるべく定められていた。18歳でローマにあるサンタクローチェンジェルサレンメ聖堂の数奇教に任命された。フェリペはおよ、トレド大司教にしようと目論んでいたが、現職が長寿のためその機会はなかなかやってこなかった。アルブレヒトは教会内で責任ある地位につくことができず、ポルトガル併合後の初代副王となった。 1588年にはアルマダを組織して、リスボンの戦いで、イングランド軍を撃破した。1593年に、マドリードへ呼び戻され、スペイン絶対王政の指導者となっていった。1595年、サンアニ・エルンストが死去したため、ネーデルラント総督の後継者として、ブリュッセルへ入場した。アルブレヒトの最初の課題は、 丁地諸国でのスペインの軍事的優位性を立て直すことにあった。当時、丁地諸国ではオランダ共和国、イングランド、フランスが入り乱れた状態であった。1599年、すでに現属していたアルブレヒトは10枚に当たるイサベルと結婚した。フェリペ2世はイサベルがアルブレヒトと共同君主であることを宣言した。1604年にイングランドとロンドン条約を 締結後、スペイン領ネーデルラントは、情勢が安定し、アルブレヒト夫妻は芸術の講演者として著名となった。ピーテル・パウル・ルーベンスは、ブリュッセルにある彼らの宮廷の専属画家であった。アルブレヒト大公、ありがとうございます。